はい、のりです。ご視聴ありがとうございます。はい、こちらの動画もぜひ最後までご覧ください。はい、今回ですね、こちら今 15R の畑に来ておりますが、イチジク農家にですねなる場合においての話を今回はしようかと思います。はい、まあ、私は地植えで看取り農家をやっております。私の方のですねチャンネルをご覧の皆さんはですね、多くは家庭菜園でイチジクを鉢植え、もしくはですね庭等なんかにですね地植えをされて楽しんでいる方が多いのかと思います。一部ですね同業者の方もいらっしゃいますし、実際にですねイチジク農家を始めようということでご質問をくださる方も非常に多いです。ということでですね、今回はですね、ちょっとこちらの畑は広いんですけども、計算をしやすいようにやってみましたのが、約ですね4世ですね 4R ですね 4R、一辺がですね20メートル20メートルの畑で、一文字栽培ですねをしてですね、一文字栽培をする、1枚しか作らないということはないと思うんですけども、1枚作るとしてですねどのぐらい費用がかかるのかという概算、それとですね栽培をする上において必要な道具ですね、こういうものが最低限必要になりますというところを紹介していきたいと思います。まあですね、概算を出してみたいと思います。細かいところはですね、例えば肥料とか、消毒する場合はですね消毒なんかもですね費用は入ってくるんですけども、すいません、ちょっとそちらの方は、今回は省かせていただきたいと思います。あくまでもですねどのような道具が必要になって、あとはどのぐらい植えれるのか、棚を作る場合の、自分でもちろんですねやる場合においてになるんですけども、費用を算出した場合どのような費用になるかっていうのを計算してみたいと思います。まずですね草刈り機ですね、はい、こちら、はい、これはうちは背負い式の草刈り機を使ってます。で、刃の方はですねこういう、いわゆる普通の刃のものですね、金物の刃もつけれますし、頭を変えることによって紐状のやつですね、ワイヤーのものにも一応変えることができます。でこちらは、農協から購入してるんですけども、はい、強力さんの背泳ぎですね、機種型番でいうと見えるかな、 RMA261 になってます。多分 20cc 以上の草刈り機ですね。これがあるとですね草刈りがだいぶはかどります。こちらの草刈り機の燃料は混合燃料で動きます。でこちらがですね消毒等に利用するポンプになります。はい、こちらもですね強力の、いわゆるポンプがついて、エンジンは三菱製になりますね。これは、ガソリンになります。こちらを利用して消毒をしております。これ散水って言いましょうか、通常のノズルもついてまして、洗車等にも利用できるものになります。で、タイヤがついておりますので、移動も楽々になります。で消毒する際にはこれだけではできませんので、その際につける、これ高圧用のホース、それと、こちらが散布用の、なんて言えばいいんですか、散布用の棒、散布用のノズルがついている、竿になります。はい、で頭はですねうちは7つの口のを利用しています。小さい畑であれば、こんな7つのじゃなくても6つとかでも全然大丈夫ですね。3つもあるんですけど、3つだとちょっとですね量が少ないかなと思います。6つか7つあれば大丈夫です。それ以上ですね大きなやつももちろん売ってるんですけども、うちではちょっと必要ない状態になってます。で高圧用のホースですね、こちらはうちは 100m のを利用しております。これは畑の大きさによって長さ変えていただいても結構です。今回は 50m で算出したいと思います。あとはこの、この巻き取るための器具ですね、こちらも必要になります。消毒をする際に利用する消毒用のタンクになります。うちは500リッターを使ってますが、4世 4R の畑をするにはこんなに大きくなくてもいいです。やはりですね一旦を超えるような感じになってくると、このぐらいの量があった方がいいです。うちもね最盛期はこれに1回の消毒にこれ2杯分は使います。剪定用のハサミですね、これ通常の園芸用のハサミです。正直言ってですねこれが一番使いやすいですね。こういう感じでねバネになってるやつで、刃は基本的に片刃になります。基本的にというか片刃ですね。
まあ、研いで使う感じのものになります。でこちらが剪定用のノコギリですね。うちはですねゴム太郎を利用しております。280mm じゃなかったかな、はい、でこちらをですねだいぶまあちょっと汚くなってますけども、刃はですねちゃんと、毎年ですね新しいものに交換できます。いわゆる絵はですね買わなくても、はいはい、絵を見ていただければ分かるようにですね、こちらのですねネジを外すことによって替え刃に交換することができます。こちらは、収穫時に利用するアルミの台車になります。はい、うちはこの台車が1台、まあ、奥にもあるんですけども、種類が違いますけど2台、3台、4台ですね。で15アールの畑に2台置いてあります。うちは合計で6台ですねこのアルミ台車を使ってます。シーズン中は各畑に置きっぱなしの状態になっております。まあ、1枚しかやらなければね1台で大丈夫です。はい、こちらはですね収穫用のトロ箱になります。これはですね別にトロ箱じゃないといけないっていうのはありませんので、いわゆる通常のプラスチック用のカゴでも収穫される方がいらっしゃいます。ちなみにうちは、こちらをですね近所にあります、まあ、湧水化成さんというところで、まあ、発泡スチロールのこの箱を作っているメーカーさんがありまして、そちらでですね一つですね110円ぐらいで購入できております。4R という計算にしてみましたので一辺が20メートルの計算になります。でメジャーをですねもう置いてみました。で仕立ての方法は一文字ですね、今主流の一文字というふうにさせていただきました。はい、でこちらがですねスタート地点とさせていただきます。入り口になりますのでここは通路が絶対に必要になりますので、通路としてだいたい入り口出口ともに約1メートルから 1.5 メートル取るような計算してあります。で、向こうに今見えますかね、竹の棒が1本立ててあります。ここまでで20メートルになります。はい、見てみましょう。はい、ここで、はい、20メートルになっております。でここまでできて、うちはまあここに今木があって、ちょうどここでなんか中途半端な位置になって、切れておりますが、畑をまず設計する上で、はい、将来的に見据えてうちは、一文字の場合ですね、はい、この幹から両脇ですね端までを 2.5 メートル、まあ、1本あたり5メートルという計算をして、設計をしました。で作業する上で必要になるものですね、まあ、一辺20メートルなんでもしかすると中の通路はいらないかもしれないんですけども、まあ、あった方が非常に便利なので、いわゆるこういう通路ですね、こういう通路、いわゆる20メートルの、まあ、畑になるのでこのまま1本に行ってですねそれでもいいんですけども、やはりですねこう途中に入りたいっていうような作業効率を考えると、まあ、中央にですね同じような形で1メートルぐらいの通路があった方がいいかと思います。木もですね今は5メートル仕立てというふうに計算をしましたけども、若干ですね木の本数もあるので仕立てをそうですね1メートル減らして22で4メートルという計算をさせていただければ、木が4本植えて、14枝の16メートルですね。で通路両脇、はい、両脇に 1.5 メートルの通路を取り、中央に1メートルの通路を取るというふうな計算をすると、ちょうど20メートルになります。なので1列あたり4本植えることができるという計算になります。で次にですねこちらの木から隣ですね同じく20メートルになりますので隣ま でもちろん作業するための通路が必要になります。でうちはすみません一文字の隣これまた H 型になってるんで、まあこれを仮にここが一文字になってるとする場合、まあ、この下にそのまま同じ向こうのですねこの一文字のこの一文字の列が来ますので、ここまでの通路幅が、うちは2メートル10なんですね、あそこからここまでが、でまあ十分正直言ってですねここは私はあの草刈り機のあの、はい、自走式を入れている部分もありますので多少広く取ってます。
なのでまあ約2メートルという計算をさせていただきたいと思います。あとそれとですね、一番端っこですね、まあこれが一番端っこだとすると、一番端のラインの木だとすると、もちろんこの間もですね、通りますので、作業する通路が必要になります。でそこもですね、同じ考えで、はい、同じくですね、先ほどのこの入り口と同じですね、ここからここ、こういうと分かりにくいか、はい、同じようにこれを一文字と見立てた場合、こちらからこの端っこですね、端っこまでを通路として、そこも 1.5 メートル計算をさせていただきました。この誘引するための棚ですね、このパイプを立てる場合、まあ、もちろん入り口も必要になりますので、ここが1と計算して、これで2、3、4、5、6、7、まあ最後ちょっとないんですけど、まあ8というふうに計算をします。はい、でここは、うちはですね、3メートル間隔ですね、このパイプから隣のパイプまでは約3メートルの間隔でしてあります。で8本ですね、計算上は8本。でタルキですね、この支えるためのパイプですね、はい、これ誘引するために、うちはこのビニールハウスの、はい、この細いパイプを使ってやっております。まあこの辺はですね、このこういうパイプじゃなくても竹の棒で最初やったりっていうのも OK です。まあ金属の方が長持ちするので、うちは金属を使っている感じですね。でタルキの方は、1列あたりでいくと、ここまでで計算すると、まあ1、2、3、4、5、6、7、8、まあうちは9本使ってますけど、これは木のですね、成長によって増やしたり減らしたりっていう感じができるんですけど、うちはちょっとこういう形で9本ですね、今20メートルの場合9本なので、9本計算にしていくと、9本×81、81本のタルキが必要になると計算をします。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画、はい、私もですね、まあ、細かい計算はしたことがありませんでした。実際に私もですね、いちじく農家をやっている後継者として入っていますので、すでにですね、ある道具を利用しておりますし、まあ、こちらの畑は私が収納する際に作った畑になりますので、大体の費用ですねの方は分かってるんですけども、現状他にもですね、うちは畑があります。まあ、いつもですね、動画をしている時にご覧になっている皆さんなら分かると思うんですけども、こちら 15R の畑に 10R の畑、そして 7R の畑、そして 3R の畑で、まあ、あとは黒いちじくの畑という形で、まあ、枚数的に言うと全部で4枚になりますね。あ、4枚というか4枚プラス黒いちじくの畑が1枚あるというような形になっております。私の方のチャンネルではいちじく栽培に関する動画をアップしております。リアルのいちじく農家の Vlog となっております。もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。